っちが出した。一月干した大根、角切りにして、粉をつけて、もう一日おもしをして寝かせます。1ヶ月押しましたが、ちょうど今唐辛子と塩の成分で少し汁が出ております。その汁が、全体的に、ビニールの中にパックの中に回って、全体的に味が浸透するようになっています。なので干し切るというよりも、まあ一月ぐらいでちょっとふにゃふにゃになるぐらいの干し具合が、最適かと、勝手に思っております。以上、大根キムチ角手切りの、ディッシャーズレシピでした。じゃあねー。